し集中、さっさと終わらせてやる。あ、戻ってきたのか。帰ってる最中の記憶がないのはどうしてだろうか。まさか途中で居眠りしてて、マリサに運ばれたとか。ふんやりそうだな。やれやれ。そういえば今いつだ。イサジじゃねえか。安倍さんって呼ばれてたあの頃が懐かしいな。まあいい。自室にいるわけだし、そろそろ能力解放を試す時だな。ところで、どうやって解放するんだ。あ、携帯端末で能力解放を行うんだな。なんか複雑な気分だ。CSGO のバトロワかよ。どんな能力を解放できるんだ。ふーん。あ、能力って身体能力とかも含めての能力なのか。ってことは身体能力を上げて特殊はなしっていうやり方もありといえばありってわけか。ま、せっかくなんだから特殊能力系統でも入れるとするかな。ダッシュ移動中は能力で探知されない。死ぬ攻撃を受けてもダウンで止まり、最後の抵抗を行える。罠に近づくと警告音が鳴る。なんか、どっかで聞いたことあるような。あとは、東方キャラの能力レベル0、適正があれば能力が使えるようになる。レベル1、適正がなくても使えるようになる。か。レベル0はそこまでポイント多くはないが、1に上げるには結構食う感じかな。じゃパスだな。で、あとは、アサルトガンサークル、自分を中心に横方向に爆発を発生させる、中パス消費。つまり、これだよな。まあ、最初の能力なんだ。慎重に選ばないとな。エイペットサークルを元に作ってるなら、アサルトガンサークルの射程も相当短いと思われる。これはパスだな。なら他だな。まあいろいろ見てみるか。とりあえずあれだな。闇打ちされて即死は避けたいから、それに対抗できる能力を入れたいものだな。ファイナルスタンドか。レベルを上げて抵抗がうまく決まれば復帰できるようだが、それまでに死にそうだよな。他は、これ良いんじゃね。ガードの範囲が広がる。最大まで上げると全方位ガード。ただしガードの構えを取っていないと成立しない。マジかよ。盾を持ったまま全方位ガードで俺杖打ってやろうと思ったのに。許してはくれなかった。いや、許されてもパッチで弱体化来るな、わら。とりあえず一段階は上げて損はなさそうだな。結局食い打ちで狩られた時の対策が無駄だったな。いや、もうどうしようもないってことで、これはスルーするか。となったら、ステルス系統の能力とか欲しいな。でっさでっさ。あ、これか。しゃがみ、ポック移動中の移動音を消せる。レベルが上がると他の移動も対象となる。これ最高やん。これにしようぜー。ポイントは、足りるよな。まだ結構余ってるけど、一気に強化するのも良くないって誰かが言ってたような。とりあえず、ガード範囲強化レベル1と、デッドサイレンスレベル1を入れておこうかな。あれ、素手で弾幕や刃物ってガードできたっけ？これって範囲だけだからそういう補正がないんじゃ。AR でガードしたらいいんだ。あれ、どこだここ。自宅で寝てたはず。どうしてこうなってんだよ。明らかに様子がおかしい。とにかく取れるものを取って何かに備えなければ。か、こいつを殴れば木材が取れるかな。誰かいるのか。うわ、やべえ、やつが嫌がる。なんだったんだこいつ。とりあえず殺しとくか。下の方が騒がしい。何かあったのでしょうか。
とにかく向かっているしかなさそうですね。待ちなさーい。いや、警官護衛だろ。文言を見せないお前に言われる筋合いねえよ。問答無用。それに、侵入者は排除するので、あなたの主張が正しくても結果は変わりません。やれやれ面倒くせえ。やれやれ、いろいろと空いてて不用心な家になっちまったな。仕方ない、生き残るためにも全員倒す。あれー、ダイナミック企画だぜー。あ、誰だお前。霊夢さん、まあいいや。殺そう。なんかヒット判定でねえなー。この世界もラグいのかよ。ぶっつけ本番で使ってみたけど、どうやら混沌みたいだな。これならいける。いや、やってないやってない。ランチタイム。低距離ショットガンとかオーバーキルもほどがあるだろ。救いはないんですか。救いはないね。あ、そういえば弾の装填を忘れてた。殴って気絶させるか。いや、これにしとくか。老血波動拳。よし、一件落着。自宅防衛も暇だのー。かといって外に出るのは危険だしなー。とりあえず、防衛してますか。誰かにでも対応できるように。そばから襲撃かーい。ダイナミックを邪魔するんだぜ。相変わらず銃をこっちに向けてるんだな。お前かよ。世界一から無理と思ってたんだよ。お前をここに運んだ時に借りてきたんだぜ。ああ、やっぱりか。帰ってる時の記憶がないのはそういうことだったんだな。帰ってるというよりは逃走してるの方があってそうだがな。え、あれからまた追ってが来たというのか。あの辺りは制圧したはずだろ。制圧？ちょっと待て、どういうことだ。あんたの撃ったマストが原因でテロリストが集まってきた。どう聞いたんだか。誰からそんな話を聞いたんだ。霊夢さんからだ。え、その後どうなったんだ。俺が隠密に行動して全員倒した。なんてこと。顔の真横を撃ったのに記憶に残してないのか。ああ、はっきりとわかった。よーか、しっかりと聞いておくんだぜ。ごくり。お前は私たちから逃走している最中に派手に衝突した。それからここに運ぶまでの間、お前は一度も目覚めていない。お前が見てるのは幻なんだ。現実と幻想の境界には気をつけるんだぜ。ま、マジかよ。ちょっと確認するか。本当だ。打ち切ったはずの弾がここにある。信じてくれたか。とにかく気をつけた方が良いぜ。どこが引き金になって過ちを犯すかわからない。そうだな。そんな暗くなってないで太鼓を叩くぞ。弾にハセッションしたいどん。